公文構造公式 YouTube チャンネルメインチャンネルをご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルはとても久しぶりのアップロードになりますけれども、今回もできたばかりの新作のメイキング映像をお伝えしようと思います。よろしければ最後までご覧ください。今回も同じ映像で2つの動画をアップロードしています。こちらはナレーションというか解説というか雑談というか独り言というか、そんな感じの動画になります。メイキング映像だけをじっくりゆっくりご覧いただきたい皆様は、一つ前にアフレコなしの制作過程と音楽だけを収録した動画をアップロードしていますので、ぜひそちらをご覧ください。以前アップロードした作品のメイキング映像でかなり事細かく制作過程をアップロードしたので、今回は割と大まかな制作過程動画になります。と言ってもメイキング映像はどうしても毎回同じような映像になってしまいますけれども、大丈夫でしょうか。今回はちょっと最近テーマのセーラー服の作品です。今の段階では目線がこちらを見てるんですけれども、完成形は少し雰囲気が変わってきます。そういう制作途中の変化なんかも楽しんでいただけたらいいなって思ってるんですけれども、動画ではすごくサクサクと進んでるように見えるんですけれども、この作品も1ヶ月半か2ヶ月ぐらいかかりました。もう本当に我ながら筆が遅いなといつも呆れてるんですけれども、今ご覧いただいているのは肌の陰影をつけているところなんですけれども、制作上一番時間がかかるというか、塗っては乾かし塗っては乾かし、真珠が生まれるがごとく薄い層を何層も何層も重ねているので本当に時間がかかります。でもこの技法なしでは私が求めている肌質というのは生まれないんですね。この技法にたどり着いたのは、文楽人形を扱っている方のお仕事をお手伝いした時に、なんか私の作品でちょっと硬いような冷たいような人形のような肌質を表現したいなってちょうど思ってる時に、そのお仕事をお手伝いしたんですね。文楽人形とか日本人形というのは、胡粉を三河で薄く溶いたものを何層も何層も重ねて一つの肌ができているということを知って、もしかしたら私が求めている肌質がこの方法だったら表現できるかもしれない。そうやってたどり着いたのがこの肌の作り方なんです。どことなく日本人形のような雰囲気が漂っているのではないでしょうか。まあ、見る方によってそれぞれだと思いますけれども、なんか肌の説明をしているだけでもこの動画も終盤に近づいてきましたけれども、またこの作品のコンセプトとか思いとかそういうのはココアートチャンネルの方でじっくりとお話ししたいと思いますので、またそちらもご覧いただければありがたいと思います。このスタンプを使う技法も私の作品では定番になってしまいました。昔は作品に書を書くこともあったんですけれども、もう最近はすっかりスタンプになっています。ハンコというのは日本独特の風習でもあるんですよね。そういう意味もあってハンコを使ってるんですけれども、まあそれとは別に絵の中に文字を入れて一つの画面を構成させるというのは日本ではもう昔から行われているものなんですね。日本が元祖と言ってもいいくらいの技法なんですけれども、そんな感じで日本の美術の歴史とか日本の歴史をほんのり意識しながら新しい技法を取り入れるようにしています。若い時はそれほど意識はしてなかったんですけれども、年齢を重ねるごとになんか自分のアイデンティティっていうのをすごく意識するようになりました。という感じで雑談をしているうちにこの作品もいよいよ完成が近づいてきました。もう目に取り掛かっています。いつも思うことなんですけれども、一つの動画ではなかなかたくさんは話せないんですよね。技法のこととか作品のこととか思いとか、またおいおいメイキング動画をアップするごとにいろいろなお話をしていきたいと思います。今ちょうど画面では白目の部分を描いていますけれども、影をつけたり明るい場所を描いたりしていますけれども、前にも多分言ったと思うんですけれども、作品を描いている上で最も楽しくもあり最も緊張するのがこの目を描く作業なんですね。つくづくやっぱり私は目を描きたくて絵を描いてるんだなっていうふうに思います。今回は現実には絶対ありえない赤い瞳を描いていますけれども、赤というのは古来より日本では魔除けの意味があるんですね。昔の人は悪いものは口や目から入ると信じられていたそうです。なので花魁とか舞妓さんとか芸者さんとか歌舞伎のメイクでは目とか口に赤を用いるようになったということです。なんかそういう
日本の中での文化とか歴史もなんか作品を書く上で後世に伝えていけたらいいなって生意気にもそんなことを思ったりしています。今回ご紹介しているこの作品以外にあともう2枚赤い作品を同時進行で制作しています。そちらの作品も完成したらこのメインチャンネルの方でメイキング動画をアップロードしたいと思います。もしよろしければそちらもご覧いただけるとありがたいです。今回は赤をふんだんに使った作品をお届けしましたけれども、私と赤の関係についてはこの動画の一番最後のところで字幕と朗読でお伝えしております。今回はちょっと胸のあたりに蝶々をあしらいました。この蝶々にも私には深い意味があるんですけれども、それはまた今度お話ししたいと思います。その中心にはちょっと怖いですけれども目があります。皆さんの中にも心の目というのはあると思います。もしかしたら本当に見えているものよりも心の目の方がきちんと現実を見ているのかもしれません。ずーっと今回は喋りっぱなしで皆さんもじっくりご覧いただけなかったんじゃないでしょうか。大丈夫でしょうか。セカンドチャンネルのココアートチャンネルはもちろんなんですけれども、こちらのチャンネルも多くの方にご覧いただきたいなと思っています。よろしければチャンネル登録をしていただけるととてもありがたいです。目に光が入りました。この後まつげを描いてこの作品は完成いたします。いつも毎回動画をご覧いただいている皆様にも、そしてたまたま通りがかってこの動画を見つけてくださった皆様にも本当に心から感謝しています。今回は完成した作品をゆっくりじっくりご覧いただけるショットをこの後にご用意しております。皆さんにはこの作品がどのように映りますでしょうか。拙い喋りっぱなしのメイキング動画はいかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。数年前にレッドチャイルドという個展をして以来、たびたび赤い子供を描くようになりました。日本で赤は古来より魔除けの色とされています。そんな歴史深い色だとは知るはずもない幼い頃から、色に迷うと私の中の無意識と意識の両方が赤を選びます。そういえば今身の回りを見渡しても、作品はもちろんワードローブにもキッチンにもところどころ赤いものが点在する。もちろんむやみやたらに赤を多用するのではない。私の中の審美眼と美意識で吟味した赤だけが私の生活の一部になる。とにかく洋服や編み物、特別な日のドレスやバッグに至るまで、プライベートでも仕事でも私にとって赤は特別な存在。それは潜在意識が昔から赤い色を
追い求めているからなのかもしれない。私にとっての赤とは一体何なのかを幼少期に遡って考えてみると、私にとっての赤は一番最初の我慢の色である。手の届かない憧れの色でもある。母の大切なシャネルの赤い口紅を隠れて塗って、その独特な異国の香りに酔いし、鏡の中の自分にうっとりしていた幼い私。母に見つかってひどく叱られたけど、嫌なことがあるたびにこっそりその口紅を塗ること、気持ちを切り替えることができた変な子でした。小学校に上がる頃、赤いランドセルが欲しいと言って親や先生、周りの大人を困らせたことがあった。油性のマジックでどんなに赤色を塗っても全て漆黒の闇に吸い取り、黒が赤に変化すること、永遠にないことを悟りました。大人になった今も、心が折れそうなとき、傷ついた日、自分を奮い立たせたいとき、赤い口紅や赤いドレス、赤いハイヒールに頼ることが多い。作品に赤を使うのは、過去の我慢や嫉妬、コンプレックスと向き合う作業なのかもしれません。なので、赤い作品には少々複雑な思いが入り込んでしまうのかもしれません。